おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。スーパーカブ C125 カスタムへの道というわけでございまして、これセカンドチャンネルでお届けしようかな、それともですねファーストチャンネルでお届けしようかなっていうふうにですね迷ったんですけど、セカンドチャンネルでお届けいたします。セカンドチャンネルをですねご贔屓にされてる方のため限定にですね、小津さんのですねネタバラシをですね今からですねファーストチャンネルで繰り広げられるであろうですね、そのネタバラシをですね先にですねやっていこうかなっていうふうに思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございまして、スーパーカブ C125 今からですね本格的なカスタムをですねいよいよ今日ね今からですねやっていこうかなっていうふうにですね思っております。で、基本的にはですねスーパーカブ C125 どんなカスタムをしていくのかっていうですねコンセプトがあります。それは走る、曲がる、止まる、そして感応性、この4つをですね柱にしてカスタムをですね繰り広げていこうかなっていうふうにですね思っております。まずはですね走るっていう部分なんですけど、本当にネタバラシしていいのかなまあいいや、走るっていう部分なんですけど、何をするかって言ったらですねタイカム、今日はタイカムを今からつけに行きます。タイカムっていうハイカムですね難しいな。タイカムつけて、そしてマフラーを交換して、スポーツエアメッシュフィルターはもう入っていますので、スポーツエアメッシュフィルター、ハイカム、マフラー、それによって燃焼が薄くなりますので、大容量インジェクター、大容量インジェクターをつけてもなお燃焼が濃いようでありましたら、強化イグニッションコイルってやつをつけて、とどめにプラグっていう風にですね、まあこれだけやったらいいじゃろう。そしてねちょっと気になるパーツがあるんですけど、もしかしたらビッグスロットルボディもですねつけるかもしれません。やっちゃってるね君、やっちゃってるね君みたいなことをですね思ってるわけでございます。これ全部やったらですねエンジンに関してはもうハンターカブ CT125 でそういうセットは組んでおりまして、ハンターカブが生まれ変わりましたので、スーパーカブ C125 もですねどえらいことになるんじゃなかろうかなっていうふうにですね思っております。まずはそれがですね走る方向へのカスタムのネタバラシでございます。次に曲がる、はい、曲がる方向なんですけど、曲がる方向につきましてはYSS のフロントサスペンションね、これをですね発注してるんですけどまだ来てませんそうなんだ、うん、まあ YSS のフロントサスペンションを交換いたします。そしてアルミスイングアーム、アルミスイングアームにですね交換しますよ。スーパーカブ C125 アルミスイングアーム売ってますからね、発注済みでございます。もうどんだけ金使うんだよみたいなこともですね思っております。まあ曲がる方向に対してはですねそのくらいかなっていうふうにですね思っております。そうそう、10月になりましたから、10月になったらですねダンロップからスーパーカブ C125 に合うそのサイズのスポーツタイヤが発売されますので、10月になったらですねそいつもですね交換してみようかなっていうふうにですね思います。曲がる方向に関しましては復唱いたします、 YSS のフロントサスペンションキットとアルミスイングアーム、10月になったらダンロップのタイヤに交換いたします。はい、それで走る、曲がるっていうところがですね完成しました。次は止まる、止まるのはですねこの大口径ローターっていうのをですねちょっとつけてみようかなっていうふうにですね思っております。大口径ローターと赤パッド、デイトナのねそいつで止まるっていうところをですね繰り広げていきます。まあ十分じゃ思います、それだけで。はい、そんなわけでございましてですね、走る、曲がる、止まるに関してのカスタムが完了いたしました。感応性、何か感応性って言ったら、走っていてうわ楽しいな、止まっていてうわかっこいいな俺のカブみたいなことをやっぱり感応性も感じないといけないというわけでございますので、副賞になっちゃうんですけど、感応性に関しましてはマフラーでございますね。これは走る方向でもカスタムでマフラーっていうことをですね言ったんですけど、まあマフラーつけたらですね割と楽しいなっていうのがですねハンターカブでも分かりましたので、スーパーカブ C125 もマフラー交換をして感応性を
味わおうかなっていうふうにですね思っております。でどうしようかな、これがですね小津さんの目玉カスタムの一つなんですけど、まあ見ちゃわないかな、もうホイール交換するよ。うわ出た、言っちゃった、本当にネタバラシだ。こいつをホイール交換いたします。スポークホイールね、うん、しかもチューブレスのね、出たよ君、チューブレスのスポークホイールに交換いたします。かなり良くなると思うんだ、見た目もですね。セミすげえ鳴いてるなというわけでございまして、感応性につきましてはそのくらいのことをですねやっていこうかなっていうふうにですね思っております。まああとはですねロングシートっていうのもですね発注しておりますので、ロングシートにして、であとは積載だよな、まあサイドバッグ何かおすすめありますかっていうですね動画も作らせてもらったんですけど、いろんなご意見をいただいております。それも感謝でございます。それを元にしましていい案が思いつきましたので、ロングシートにしてサイドバッグをつけるっていうことをですねやってみようかなっていうふうにですね思っております。これを今年中ね、うん、今年中には全部ですねやってですね、スーパーカブ C125 カスタムへの道っていうのがですね完成いたします。で今年中じゃないんかもしれないんですけど、今セイラン工房さんに相談していますフォグランプキット、これにフォグランプをつけることによって夜もですね走れるようになるというわけでございますので、虫が、はい、フォグランプキットもですねもし今年中に装着できるのであればですね装着してみたいなっていうふうにですね思います。出た出たよ、だいぶ形がですね変わってしまって、まあ他の方がですね乗られてるスーパーカブ C125 とはですね趣が随分と変わるようなですね、今からスーパーカブ C125 に生まれ変わりますので、ファーストチャンネルでその過程をですね楽しんでいただければなっていうふうに思いまして、本日の動画を終了させていただきます。ではでは今から行ってくるよ、 GO ファクトリー。